武田の武武田の武は、室町時代中期の守護大名。海、武田氏の、第十四代当主。元中三年、取徳三年、1386年、第十三代当主、武田の光密の長男として、海の国鶴軍に生まれる。室町時代に海国は、関東八カ国を支配する鎌倉府の管轄下に、置かれていたが、欧米24年。 1417年に、鎌倉久保の足利持氏と前、関東官令の上杉氏乗り、全州の対立から発生した、上杉全州の乱で死後信光は縁者である、全州方に味方し、持氏の討伐を受けて廃止する。乱に際して在京していた、信繁や叔父の信元は共に停発して、高野山に入り、信繁は構造坊を道なりとこうしている、鎌倉大蔵氏。当時、 海の国の主語は他の東国諸国と同様に鎌倉府の支配下にありながら、その人面は京都の室町幕府によって決定されるという複雑な構造になっていた。持勇士は、開主後に武田有儀系の子孫と伝わる見有事家を望むが、鎌倉府と対立する幕府は武田氏の守護復帰を起としたため、信元は、欧永25年、1418年に、 現存死害守護に任じられ、品濃国守護、小笠原正康の後援を受け入国する。信元は守護大後部氏の援軍を得て、半武田勢力の泉有二家と対抗するが、信元は、王二27年、1420年に死去、戦死か会話、守護不在状態となる。信元の死後、跡部氏に補佐された、信重の弟、武田信長の子。 武田伊豆千代丸と伊津美氏や、半武田勢力との交渉が、やがて、伊豆千代丸と対立した後部氏が、武田信長を国外へ駆逐し、後部氏の戦王が強まっていく。英二28年、1421年に、幕府は信繁を新たに守護に任命する方針を、鎌倉府に示すが、持ち主はこれに抵抗したため、実際に任命人事が発令されたのは、欧鋭30年。 1423、6月5日のことであった、満載事後日記同日上。ところが、信ぶは、いつみし、あなやの抵抗を理由に会への帰国を拒否し、それが受け入れられなければ、就任を拒否する姿勢を示した。そのため、任命は中止され、信ぶは、四国への陰性を余儀なくされた。杉山和也は、いつみしやあなやの件は、表向きの理由であり、 本質的な拒否理由は財産性にあったと見る。関東など、鎌倉府管活かの諸国の信号は、鎌倉に出資して、鎌倉久保に奉仕する義務を負っていた。だが、それは同時に、鎌倉久保が自分の敵対する可能性のある死後を粛清する後期でもあり、実際に幽閉、殺害された死後も存在した。信繁は、上杉禅宗の乱への加担者に対する報復を、 進めていた持ち主によって自分の命を奪われることを危惧して帰国を拒否したが、室町幕府、足利義持としては、信繁の拒否理由は上においては理解できたものの、財産性は守護としての義務であり、これを拒絶した信繁を幕府に対する公明として、京都から追放、事実上の配慮にせざるを得なかったのである。この状況を見た足利持ち主は、 王衛三十三年、千四百二十六年に、開国に出兵して、武田信長を降伏させて、鎌倉に出資させた。持氏は、伊豆千代丸を主語と認めることで、信長不死を懐従する一方で、実質においては、幼少の伊豆千代丸に代わって、海の直接統治に踏み切ったのである。この流れが変わったのは、足利義則の征夷大将軍就任後である。 義しは、再度、信繁に改収ご就任を命じ、さらに隣接する、駿河国寸東軍の佐野、沢田良郷を与える提案が出されるものの、信繁は再度拒否するが、義しは信繁を許して、京都に呼び戻した上で、摂津国民族位相の一部を与えたのである。これは、持ちうとの対決が近いと考えた義しが信繁を、庇護する姿勢を示したものであった。影響5年。 1433年には、後部氏による林法一揆によって、海における勢力を失った武田信長が鎌倉を出本し、影響6年、1433年に入ると、後部氏が室町幕府と国費に交渉を行い、官僚細川持ちの山祭の説得を受け入れた後部氏が信主を仕事して迎える姿勢を示した。永響7年、1434年3月には、 京都において、信繁と後部氏の対面が行われると、共に、後部氏は幕府に対して、信繁を死後に擁立することを約束したのであった。影響10年、1438年、信繁は、小笠原氏や後部氏の援助を得て入国する、小笠原文書。信繁の帰国した時期は、幕府と鎌倉府の対抗が、最大限に達しており、影響の乱では信繁も出兵要請を受けているが、 この時は出兵した形跡が見られない。続く有機合戦や下吉の乱では信重も出兵しており、足利家を打ち書き、信重家には鎌倉府や泉市の没落により、甲斐の国内も収束に向かっていると考えられている。なお、有機合戦においては、有機持ちとも、有気氏ともの子の支給を挙げている鎌倉大蔵氏。文3年、1446年、 小笠原正康の死後に発生した争いでは、爆名により、小笠原光康安溶律に尽力している、小笠原家文書。両国経営では3点の文書が現存し、文案2年、1445年には、演算工学寺への事業安堵を、文案3年、1446年の甲府一連寺再行を行っている。また、信ぶしには、 不大化診断が形成され始めていることも指摘されている。法徳二年1450年、信繁は黒坂太郎を討伐中に穴山豆守、実名不明に殺害された貝の国史による。去年65、豆守は穴山光春の実子とされ、信繁が次男の新助を養子師として穴山家に送り込んだため、 それを恨んで引き起こしたものであるとされる。あと、この武田信守が継いだ。墓所は、国市によれば、信繁の館跡と,と伝わる山梨県笛吹市,市、伊沢町の上住院であるという。中世には、島町内の上城郷が存在した甲斐の市島、ま、上城の八和田神社には、各吉三年、1443年に、信繁が奉納した和荷口が伝来し、現在は、 南駒郡藤川町の最小寺所像となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。